はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日からですね、北海道に出張ということで、今時間が11時半過ぎなんですけど、もうほんとついさっき9時過ぎに空港の方に着きまして、そのままねレンタカーを借りて、もうどこにも立ち寄らず、今日ねこのチャレンジメニューをね調整しに参りました。本日訪れているお店がですね、銀馬郎さんというお店でして、大食いのね人もちょこちょこと来てるんですよ。マックスさんなんかもうすでにね2回来てるみたいで、先日ねエビマヨちゃんも来たということで、注目のねラーメン屋さんでございます。で本日僕がいただきますのが、8月頃にマックスさんがねチャレンジしたという4キロのラーメンにね挑戦していこうと思います。でこちらのラーメンなんですけれども、制限時間が20分みたいでして、マックスさん曰くねやばいらしいです。楽しむとかヘラヘラしながらね挑戦したら失敗するってご本人がね言ったようなメニューらしいので、今回はせっかくのチャレンジメニューですので、ガチで挑んでいこうと思います。まあ、せっかくね挑めますんで、マックスさんのチャレンジの記録を抜かせられるように頑張っていきたいと思います。でね、今訪れているこちらのお店なんですけれども、提供しているメニューはデカ盛り基本的にはないんですよ。こういったメニューはねどうしてもお残ししてほしくないということで、基本的には一般のお客様には挑戦ができないような形になってて、一応プロ限定みたいな感じのメニューなんですけど、こんな感じで基本的には醤油、塩、味噌といろんなメニューがございまして、一番の人気がこの豚肉を揚げてあるパイクーメンというメニューだそうですね。その他にもこんな感じでサイドメニュー結構ありまして、テイクアウトメニューなんかもね結構多いみたいなので、お近くの方はねぜひテイクアウトメニューでもご自宅で、こちらの銀馬郎さんのメニュー楽しんでみてください。ということでですね、ただいまメニューが到着いたしました。こちらがですね、本日いただきます、まあ、パイクーで鶏パイクーだったり、も厚切りのバラチャーシュー、もう全ての、ね、トッピングが乗りました、まあ、特製のねデカ盛りのメニューでございます。で先ほどもねお話しした通り、制限時間はね本日こちら20分で挑戦させていただきたいと思います。去年かもうマックさん来た時には3キロで最初に挑戦して、今年一食べたラーメンの中でうまいと評していたぐらいのラーメンなので、本当はね味わいたいんですけれども、多分その余裕は全くございませんので、全力で本日はやらせていただきたいと思います。3秒前ぐらいからカウントいただいてもいいですか。お願いします。はい、3、2、1、スタート。はい、いただきます。よしでか、ちょっとこれがパイクですね。うまっ。一口で食うようじゃないですね。うん、うわ、うまい。うん、まあ、おいしい。うん、この焦がしのちょっと苦味というか、それがいいですね、アクセントに。これ20分か。うん、うまっ。おっこおあ、鶏もうまっ。うん、うん、ね、スープも熱いけど、まあ、油がね結構熱いんで、これやばいわ。うん、でもうまっ。うん。
とんでもなくある。うち麺って何玉入ってるんですか？6個。6です。北海道ラーメンらしいね、この中華縮れ、関西の香りしっかり感じる麺でうまい。ただめっちゃ熱い。あのね、口が溶ける。北海道ラーメンって油多いんで、もともといろんな地方のラーメンに比べても熱い方ですけど、麺伸びにくいですよね、不思議と。細いんだけど、なんか強いんですよね。あー、一生冷めないこれ、多分。20分で全然冷めないわ、これ。間違いなくあのね、今日一食目に食う量ではない。もう寝起き何も食べてないのに。もびっくり。うまいな。行儀悪いんですけど、ちょっとスープが過ぎるのでちょっと片手で冷まします。熱すぎるわ、これ飲めないわ。
チューが多い。やっぱっちいわこれ、お疲れ様です。あー熱い、あー、よかった。一応結果はね、多分上にこっちかな出てると思うんだけど、残り時間が、3分と53秒ということで16分7秒か完食させていただきました。じゃあ改めてゆっくりとごちそうさまでしたということで、しんどいっすねこれ。20分良くないですね。良くないと思う。短い意識がありすぎて 120% で頑張っちゃう。あ結構ね、ご当地ラーメンってその土地のフードで食べるからより美味しく感じるみたいな、で東京とかに戻ってしまうとなんかちょっと違うなみたいなところあると思うんですけど、これはしっかりねコクもあるし、で甘みとか苦み旨味と感じるねこの味がしっかりと入ってるラーメンなので、おそらくだけどこれね関東の方に帰って食ったとしても絶対ねこれうまいなと思うラーメンですし、北海道現地でまた食べたいってねそんな思うようなめちゃくちゃ美味しいラーメンでございました。急いでねこんだけね美味しいと思うので、ゆっくり食べた皆様はもっとね美味しいと感じると思います。ということでですね、オープニングでもお話しした通り、こちらのお店さんはですね、こういったチャレンジメニューは基本的にはやっておりません。いわゆるプロみたいな方のみに限定して提供しているメニューでして、基本的にはこのねパイクーラーメンというものの醤油塩味噌があったりとか、辛いラーメンとか、あとはサイドメニュー結構あるのか、いろいろねメニューも豊富ですし、駐車場でテイクアウト販売とかもしてますよね。ああそうなんですね、うん、ありがとうございます。店内にちょっと入りにくい、まあ、テイクアウトだけだと利用しにくいなってお客様もいらっしゃるかとは思うんですけれども、限定的にね駐車場の方で外で販売もしておりますし、もちろんテイクアウトのみでも店内入っていただいて注文していただくの可能ですので、お近くの方、近くなくてもですねテイクアウトでぜひこちらの美味しいメニュー食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルの方の活動もしておりまして、そちら概要欄の方に記載しておきますので、ぜひそちらも合わせてチェックしてください。ということで次の動画でお会いしましょう。